皆さんこんにちは、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。さあ今日は11月9日に発売した北陸アイドル部のセカンドアルバム、セカンドシーズン全曲徹底解説。こんなの撮るの初めてなんですけれども、まあ私たち3年ぶり2枚目のアルバムを11月に発売したということで、この曲、とにかく曲についてたくさん解説していきたいと思います。でもですね、20人分のメンバーの思いもあるし、作詞作曲編曲とかもいろんなことに携わった大人の方々がたくさんいるので、まあ、今回は松井ゆかり的解説でいきたいと思います。なので間違ってるかもしれないけど、あ、ゆかり姫はこう思ってるんだなぐらいに捉えていただければと思います。それでは行きましょう、スタート。さあまず歌詞カード見ながら行きたいと思うんですけど、1曲目は全力エネルギー。この曲はですね、もう名曲、神曲ですね。はい、自分で言います。5周年記念感謝祭で1曲目に披露された曲なんですけど、これね、 B メロが私めちゃくちゃ好きで、大人になればなるほど強くもなるけど、傷ついても気づかないフリーをしてしまうっていうところがめちゃくちゃ好きです。多分私歌ってると思うんだけど、大人になればなるほど、まあ、強くなるけどね、ちょっとしたことで傷ついたりしてもなんかまあスルーっていうか、まあ、心に置いて止めておく大人じゃないですか。そんななんか心が荒らされてるのと、この速いリズム、私結構リズムいいの好きっていうか、あの、大人になればなるほどって、なんかこれがなんか歌ってて気持ちくて、ここが好きです。あと2番の A メロの一生懸命はしゃぐって、せいちゃんと2人で歌ってるとこもめっちゃ好き。次、2曲目、心トリコ。これはですね、富山県にある遊園地ミラージュランドの乗り物、バイキングのテーマソングになってて、何気にこれアルバム発売されてから MV 撮ってたから、1枚目のアルバム。だから、音源化がもう2、3年されてないのにライブでめちゃくちゃやってて、これライブでやるとめちゃくちゃ盛り上がるし、しかも人気な曲で、私の周り、これ好きな人多いんですよ。ちなみに、若岡かのんちゃんのパパも、その曲がめっちゃ一番好きみたいな。言ってるの聞いたことあります。でこの曲歌い出しが、MV と音源違うんですよ。私それ聞いてびっくりしたんだけど、せいちゃんが歌ってて、ライブではちなっぺとソアかなが歌ってて、もう音源とミュージックビデオとそのライブでは全然違う人が歌ってるから、ぜひちょっと注目して聞いてもらいたい。せいちゃんの歌い出しをソロで聞いたの初めてだったから、あの音源化された CD 聞いて気づきました。次、3曲目、太陽のわちゃちゃで、この曲はですね、表記がまず難しい。太陽のの後に、なんていうの、このハイフン、短いハイフンあって、わ、ハイフン、ちゃ、ハイフン、ちゃ、ハイフン、でーってあって、太陽のわちゃちゃでということで、この曲はミュージックビデオを撮った、このアルバムのリード曲でもあるんですけど、MV が黄色い傘を持っていろいろ撮ってるのよ。で、これが黄色い傘を太陽に見立ててて、私たち北陸アイドル部がみんなの太陽だよっていう楽曲です。はい。さんさん100万さんって、100万さん、石川県のね、このマスコットキャラクター100万さんがめっちゃ出てきて、あとね、歌詞にも、ライチョウカンブリホタルイカスで、ハブタイもちろん、水を完璧、ボルガライスとか言って、ボルガライス、ライチョウカンブリホタルイカとか、石川県、富山県、福井県の名産物とか、有名なものとかが、ギュンっても詰まっております。そこに、北陸アイドルブラッシュが詰め込まれてて、でね、私この B メロをチナッペと一緒に歌ったんですよ。歌ってるんですよ、そのチナッペとね。で、ライチョウカンブリホタルイカス普通に歌ったら、いやみたいな、ゆっくりもっとそのバカっぽく歌ってみたいな言われて、なんかもう後半どんどんテンション上げてって言われて、最終的にナダグラーみたいななんかなって、変ナダグラーって、なんかすっごいおかしい、あの歌っていうか、うまく歌おうとしないでみたいに言われて、歌じゃない感じで、もう叫んどる。ノドグローが一番特に叫んどるから、ちょっとそこ聞いてみてほしい。で、この太陽のわちゃちゃでが、めちゃくちゃテンション高い、イエーイっていうわちゃわちゃっていう曲なんですけど、意外に心トリコとかよりテンポはゆっくりで、速くないんだけど、めちゃくちゃ盛り上がる楽曲になってます。で、簡単な振り付けがあるから、ライブでみんなで一緒に歌って踊りたいなって思っております。4! 輝きストーリー。これは北陸新幹線敦賀延伸の応援ソングとなってます。で、電車が、まあ、繋がっていくストーリーを輝きストーリーっていうことで表してるんですが、あ、これもう勝手にもう表してるんですがとか言ってるけど、マジで私の私的解説だから気にしないでください。で、全身愛が止まらないっていうサビがあるんだけど、全身っていうのは、
漢字で私の体を全身、体って書いたら全身じゃん、この体ね。と、あと、全身、新幹線が前進していくよっていう、その全身を二つをかけてて、全身夢が止まらない、全身愛が止まらないっていう、そこが好きで。でも、ラッサビだけ、全線愛が止まらないってなるのよ、最後だけ。そこが、全線になるのがポイントで、まあ、全線。全線、この漢字で書いたらこうです。こうです。で、これがポイントで好きだなって思います。これも結構ゆっくりめだよね。でもなんか、みんなで口ずさめるような、すごく耳に残るメロディーだなと思って、そこが好きです。5。W7 描いた夢乗せて、これは、北陸アイドル部の、北陸新幹線、敦賀延伸に向けたユニット、5人のユニットのリード曲なんですけど、先日、9月か、もうだいぶ前だね、9月に発売されたシングルのリード曲で、ミュージックビデオもあるんですけど、これは、ナチュラルにめっちゃ乃木坂みたいで、聞いた時めっちゃ好きって私はなった。最初歌いなし2人、私とせいちゃんで、次に広がる景色レールをたどって、で、まおちゃんとりんたんが加わって、今走って行くんだから、ちなっぺも一緒に加わって5人のユニゾンに歌い出しがなるんだけど、そこが私とせいちゃんはまあ20代25ぐらいか、25ぐらいの2人のお姉さんじゃないですか。で、その下が20歳と、まあ、18歳とか、高校生のリンカとマオニャンで、中学生のチナッペ。で、この世代を3つに分けてて、この3つのペアで結構撮影をしてるんですよ。で、私とせいちゃんが歌い出しして、そこにリンちゃんとマオニャンが加わり、そこにチナッペが加わるって、この世代をつなぐレールっていうのも表してて、それが、まあ、新幹線のかけてるのかわかんないけど、そこがなんか、世代が、つながってて好きですね、私は。ぜひ、めちゃくちゃリップシーンとかめちゃくちゃ多めの可愛いミュージックビデオもあるので、ぜひ見てみてください。次、6曲目タイムマシンにドキドキを預けて、これはシアトルスタンダードカフェさんの楽曲をまたカバーさせていただいてるんですけれど、この曲、アイドル部のオーディションに受かった時に、何回かレッスン行ったら黄色いこのアルバムを中新さんにいただいて、4枚目のね、シアスタのアルバム、その中に入ってた1曲目の曲だったんですよ。タイムマシンにドキドキを預けて。で、もらって車で聴いてたから、で、好きな曲だったから、まさか歌えると思ってなくて、めっちゃ、この曲歌えるんだと思ったのと、未来の素敵な自分に会えるようにっていう楽曲なんだけど、まあ、本当に、将来、恥ずかしくないようなことを今しておこうと思いますね。そんで、未来の自分に会うのが楽しみになるような1曲で、あと、最初の音、ズズズズってあるのよ。なんか、ストーリーダンス5、3、2、1、タイムって始まるんやけど、それがシアスタバージョンとアイドル部バージョン、まあ、一緒全く一緒じゃないけど、なんか、その、同じになってて、ズズズズってところが。あー、これは聞かないとわかんないな。伝われ。聞いてください。7曲目、木綿のハンカチーフ。これは太田博美さんのもう大ヒット曲、木綿のハンカチーフをカバーして、だいぶ前、2、3年前のに、シングルとして出した曲が入ってるんですけど、まあ、もちろん、カバーさせていただくにあたってめちゃくちゃ尊敬して、めちゃくちゃ曲とかを聞き込んで歌ってるんですけど、なんとですね、もうこれ、レッスンとかでめちゃくちゃ船崎さんに解説、先生ね、解説してもらって、みんなで歌詞の読解したり、あとね、なんかいろいろ本当にいっぱいレッスンして、レコーディング臨んだんですよ。で、私もめっちゃ練習していったの。そしたらね、ハモリをまず歌ったんですね。で、あ、終わりって言われて、私、一回もメロディー歌ってないですって言って。そう、大丈夫みたいな感じで終わったっていう私めっちゃ練習したのにこの曲メロディー歌えないのって思って帰ったのがめちゃくちゃ思い出だから多分4番まであるんだけど、この曲がね、私一個もメロディー主旋律を歌ってなくて、ずっとハモリを歌ってます。だからこの木綿のハンカチーフの曲、なんていうの、シングルに入ってるオフボーカルバージョン聞いたら私の声聞こえるけど、普通の曲にはほぼほぼ私の声聞こえないっていう、そう、そんな思い出があって、めちゃくちゃ思い出残ってる。はい。次。8。輝く未来へ、ハローワールド、トライザネクスト。これは、北陵電工株式会社さんの CM ソングになってます。世界中に広がる夢を。結構聞いたことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ流れてて、あれ。北陵電工さんの屋上で撮ってる曲なんだけど、サビはよく流れてて、ライブでもよくやってたけど、音源化しっかりするっていうのは多分ほぼなくて、CD になってようやく聴けるようになりました。
あのサビ聞いたらあこれかってなるんじゃないかな、なってたら嬉しいなって思います。はい、CM ソングいっぱい聞いてください。9曲目パピプペポジティブ、これも全力エネルギーのシングルになってる曲で、これはエナジーソング Go& Fun のタイアップソングとなっております。でこれね、レコーディングした記憶がマジなくて、多分サビ歌ってるんだけど、あとはフーとかイエーイとかシュワシュワとか出てくるんだけど、そういうなんか賑やかしを結構私はいつも歌うタイプなんで、歌った気がするなーって。はい、次、青春の放課後。なんとこちら北陸軽音部っていう北陸アイドル部の中のバンドのユニットの曲が入ってて、でこの曲は5人で作詞作曲からやってみたっていう曲なんですけど、まあ作詞は基本的に今千夏がメインで担当して、作曲がくるみやってくれたんですけど、でみんなで作って、5周年とかで披露してる曲で、まあ今の私たちを歌った、まあ傷ついて悩んでても声かけてくれた仲間とか、共に励まし合い、共に喜び合いみたいな、あのメンバーのこととか、私たちの自分たちが思う自分たちのグループっていうのを歌ってます。だから仲間がテーマになってるのかな。まあね、基本的に千夏の声が前に出てるので、私コーラスって感じなんだけど、他のメンバーの声はサビはみんなで歌っております。で11曲目スパイシーガール、これはですね北陸ダンス部、ダンスがめちゃくちゃうまいダンス部っていうユニットの楽曲で、スパイシーカーをめちゃくちゃこれ好き、かわいい船崎さんが作った、本当にダンス部のために作ったオリジナルソングなんだけど、私は結構出だしが好き。スパイシーカーオンマイマイスパイシッターうんそうオウみたいな、なんかそういう掛け声じゃないけど入ってて、ちょっとセクシーな声とかも入っててめっちゃ好きだから、なんかもうめっちゃライブでしか聞いたことなかったけど、歌えるようになって楽屋で歌ってて、そしたらマヤとかかなに、え、これさん覚えてるんですかみたいに言われて、私結構曲メロディーと歌詞を覚えるのが割と早くてめっちゃ、いいなと思って、みんなのユニゾンじゃないソロのパートが結構際立ってて、私はそこがめっちゃ好き。ちょっとなんか、なんならこれモノマネで歌えそうじゃない、そのメンバーの個々の歌い方真似して歌えるぐらい結構好きだから、まあ、聞き込んでいきたいと思います。12曲目、ジョイフルジョイフル。これは、金沢スーパーキッズの子たちとミュージックビデオを撮った木綿のハンカチーフのシングルのカップリング曲となってます。で、これは、ねえ、マジでレコーディングしたことほぼ覚えてなくて、ただレコーディングするときに千夏と聖火が結構歌ってたイメージがあって、千夏がこの時多分中1か2ぐらいやったんやけど、そのお子様っていうか子供向けの歌にしたいって言ってて、だから千夏っぺのその純粋な子供っぽい声を入れたいって言っとったのを覚えてて、だから多分歌い出しが聖ちゃんと千夏っぺかなの声が結構出ててっていうのしか覚えてないなんかちょっと漢字で書ける動きとか止まったとか、いつもだったら漢字で書くとこうたまになんかひらがなにしてて、それが子供向けなんかな、なんかまあでも難しい漢字も使われてるんだけど、どういうあれなのかわかんないけど、なんかそれがいつもと違うなって歌詞を見て思いました。次、ごめんねトワライト。いやーこれは名曲ですなー。これはね本当にアイドル部の中でも明らかに一曲だけちょっと雰囲気が違う、すごいかっこいい楽曲なんだけど、ごめんねトワイライトっていうのは、トワイライトっていうのは日の出前の薄明かりとか日没後のことなんだけど、まあ薄い紺色とかかはイメージするか、まあでも歌詞には赤っていうのも出てくるから、まあ赤色なのか、それはまあご想像にお任せするんですけど、これは真央ちゃんとマヤが2人でバトンをつないで歌ってる曲なんですけど、その2人のねもう歌唱力がすごい、 CD でももちろんすごいんだけど、もうライブで聴いてほしい。本当に私マジで冗談抜きで思ったのが、やっぱ CD 音源ってもちろんいいものを作っていただいてるのでいいんですけど、ライブで生歌で聴くとどんどん披露のする回数を重ねるにつれて、マオニャンとマヤの歌が上手くなってるんですね、表現力とかで。その日ごとにちょっとまあちょっと違う歌い方っていうか、ね、ニュアンスとか表情とかも違うから、ぜひこれはもうライブで見てほしいなと思って。次、カメリア。これなんて読むかわかる？カメリアだよ。これは石川県との野々市氏とのコラボソングで、野々って野々市っていう漫画にあるがあるんですけど、そこで出てくるカメリアって曲を実際に私たちが歌わせていただいたっていう感じで、一回だけ真央ちゃんとちなっぺと野々市でライブしたことがあって、一の一で、その時に初めて披露したけど、振り付けとかがなかったからもう自分たちで考えて、どんなんやったかな、なんかライブのその時の多分 YouTube に上がってるから見たらわかるけど、さあ行こうぼよあの街へって、なんか振り付けをなんかいろいろ二人、あ、三人かで作った思い出がある。で、
この曲 B メロが私好きで、 B メロ好きくさいよね私。誰かがなんと言おうと関係ない、君のありのまま生きて。でなんかここが誰がなんと言うと関係ないって、なんか前にこの曲で新聞に掲載していただいた時に言ったんだけど、結構やっぱりアイドルとかしてたり、皆さんにも通ずる部分あると思うけど、バカにされることとかってあるじゃないですか。でも誰かになんて言われても関係ないって、もう自分の意思で軸で生きていくっていうのが私はめっちゃ好きで、ここが、まあ、もちろんメロディーもめちゃくちゃ良くて、なんかエモいよねこの曲、すごいなんかエモくて好き15ウィンターマジック、ウィンターマジック、これはサム・ハクさんの CM ソングで、だいぶ3年ぐらい前から流れてるんだけど、せいちゃんのもともとソロでの歌唱した曲が、CM で流れてたから、今回初めてレコーディングしました、私と他のメンバーと。で、ね、これはね、恋、まあ冬の恋をめちゃくちゃ冬っぽく、歌詞が冬っぽいのよ。なんて言ったってね、厚着をしてるままじゃ心溶かせないねとか、ほら。厚着してるままじゃって、ほらなんかダウン着てる感じするし、心溶かせないってほら雪溶けると心が溶けるっていうのをかけてるし、そういう部分とかがめちゃくちゃ好きで、あとね、ここだけメロディーちょっと違うんだけど、最後のサビで、期待して舞い降りた白銀色のステージって、白銀色のステージってなるところがめっちゃ好き。やっと最後来た、 Tomorrow 16曲目です。これは岡本真矢さんのもう大大大ヒット曲の名曲。これはね、もう知らない人いないと思うんですけど、24時間テレビとかね、いろいろ思い出すんじゃないかと思うんだけど、これはコロナ禍の中で、まあいろいろ涙を流したり苦しい思いとか、いろんな思いを経験したと思います。皆さん人とに会えないとか、苦しい思いした中で、あえてこの曲を今私たちがカバーして出すことで、世界中に改めて元気を届けられる応援ソングになるんじゃないかっていうことでカバーした一曲です。歌い出しはせいちゃんのソロで、そこにマヤとなちゃんが加わるんだけど、私が好きなのは2番の A で、季節を忘れるくらい、いろんなことがあるけどっていうところが好きです。なんか、なんでかっていうと、マジでほんとそのままなんだけど、季節を忘れるくらいいろんなことマジであるなと思って。あーなんか歌いながら、待って、もう1個季節変わってるわ、2個変わってるわ、っていう前なんかマジでいろいろあったとか、あと5周年とかの時は季節を忘れるくらい、マジで本当に5年間いろいろあったなとか思って、感動兼、なんか、そのまんま歌詞がこの体に入ってくる感じがめちゃくちゃ私は好きですね。はい。ということで、そんな感じですかね。まあ歌い出しもめちゃくちゃせいちゃん陽気ですね。はい。曲によって結構、まあリードボーカルっていうかメインボーカルはせいちゃんが多いんだけど、曲によって、そのいろんな表情とか、ものによって誰を前に出すかとか、そういうのをすごい大人の方は考えてくださって、このアルバムを作っているので、すごいキッズと一緒に踊りたい曲だったら、この、若いメンバーの声入れたり、ちょっと大人っぽい曲だったら、成人してるメンバーの声多めだったりっていうのがあったりするので、ぜひ皆さんこれを踏まえた上でもう一回聞いてみてください。面白いかな？どうだった？私のなんか解説。なんか変だった？自分でね、わかんないんだよね。初めてこういうのするから。で、ちなみにこの新衣装、今回から新衣装になったので、このセーラー服を今日は着ております。ということで、皆さん、全曲徹底解説。まあ、完全に私的主観で、私的な感じで物事全部言いましたけれど、いかがだったでしょうか？この5年間の集大成となっている20人の思いがこもった、本当にね、この作品には自信がある。いろいろ全部クオリティ高いから、本当にね、クリックでこんななかなかクオリティ高い円満出せるグループはなかなかないと、自分で言っちゃいますけど、ないと思うので、本当に携わってくださる皆さんに大感謝です。ありがとうございます。こちらの CD は、北陸のツタヤ、CD、DVD 取扱店舗、または北陸のファミリーマートの主要店舗でレジで購入することができます。概要欄に詳細変えるところを貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、皆さん、北陸アイドル部はもちろん北陸アイドル部の楽曲もぜひじゃんじゃん押してください。そしてこの YouTube 見た感想とかもぜひハッシュタグ北陸アイドル部でツイートしていただけると嬉しいです。このアルバム絶対買いますって方はいいねよろしくお願いしますということで、以上北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりでした。もう声がガサガサ、バイバーイ。